皆さんはダイエット中にお菓子を食べる人をどう思いますか？それもただのお菓子ではありません。シェアして食べるプチシューです。12個入りですって。まあ洋菓子、まあ、シュークリームなのにホイップクリームを使うのはね、カロリーが高いに決まってるんですよ。だからそんなものをね食べていいはずがないんです。しかもねシェアして食べるってのに、こんなの一人食べていいわけないじゃないですか。12個ですよ。12等分しろっつうんだ。こういう独り占め精神、みんなの分も自分が食べちゃう精神がね、肥満の原因になるんですよ。だから痩せたいならね、その精神から見直すべきなんです。ダイエットはね、心の戦いなんですよ。もうすでに戦いは始まってるんです。こんなものを食べる時点でね、負けを認めているようなもんなんですよ。僕ダイエット中なんですよね。美味しいなシュークリーム美味しいな。いや、この前もシュークリーム食べたんですけど、大きいやつ、僕こっちの方が好きかも。その味というも面というよりは、その食べやすさという面で、これだったら口の周りのホイップクリームつかないですからね。食べやすし、昨日はカップラーメンだったんで、ちょっと今日は甘いもので行こうと思って。先ほどコンサルタントという映画を見ましてね、ベンアフレックなんですけど、その映画とかやっぱ見るとちょっと影響されますよね。その映画でそのベンアフレックが、あれ何なんだろうな、サバン症候群なのかな、まあ、いわゆるちょっとコミュニケーションに問題があるけど数字的な才能がすごい人みたいななんですけど、その人がなんかルーティンワークというか考えを切り替えるときにってやる癖があるんですけど、それちょっと真似したくなりますよね中二病か。僕は中二の頃は、もののけ姫のアシタカにすごい影響を受けていましたね。左腕、肩だっけ、右腕だっけ、ちょっと忘れてましたけど、片腕が呪われた手で、冷や水に腕突っ込んで、そのもののけ姫のシーンを再現したりしました。ドックン、ドックンとか、何もない空を見て、来るとか、心の中で思ったり、さすがに口にはしなかったですけどね。懐かしいな、もののけ姫。すごい好きだったな。まあ下かってなんか冒頭で言い名付けにもらった守り刀みたいなやつ、最後の4で3に上げちゃいますよねあれってどうなんと思っちゃったけどな。まあいつの時代も女性を晒し込む人いるんですね。やっぱさすがにシェアして食べるだけあってボリューミーだな。まだ4個も残っている。まあ一人で食べることは想定してないんでしょうね。シェアって文化僕あんまないな。結構誰かとご飯行った時とかもシェアして食べるっていうか、自分のお皿は自分で完食したいタイプですね僕。
まあでもさすがに 親しき仲だったらそんなこと言わないけど、全然交流がない、結構初めてランチ行きましたぐらいの人に、なんだろう、それ各々が違うメニューを頼んでシェアし合うっていうのは個人的にすごい苦手です え？いや僕これを一人前を食べる想定で僕頼んだんだけどっていう感じ。シェアしたくないんだけどなって思っちゃう。実際その、シェアしないんですけど、大体の場合。そもそもそんな人とご飯行かないかな。っていうね。意外とこれ共感する人多いんじゃないかと勝手に思ってます。ということで完食です。お、すごっ。畳みやすくなってるわ。こういうとこなんですよね、セブンイレブンがいいのが。いや、すごくない？これ、本当に。綺麗に畳めて、捨てやすくなってますよ。帰るまでが遠足なんですね。ってな形で、ダイエット生活5週間目がもうそろそろ終わりそうですね。いやー、もう今、増量期のトレーニングメニューとか食事のメニューもざっくりもう決まったんで、早く増量期入りたいなって感じですね。事前に計画立てると、なんですかね。その前、僕ブログの方でも言ったんですけど、そのダイエットはメンタルじゃないよっていう、その、片倉さんがお菓子食べて痩せるのは強いメンタルがあるからでしょうみたいな感じのコメントがあったんですけど、別に僕メンタル強くないですしね。豆腐メンタルですよ。ただ計画的にダイエットやってるだけなんでね。で、計画的にやれば、なんですかね。まあ、ドカ食いすることもないし、計画的に食べてるだけなんで。で、あと、その後が楽しみなんですよね。その今だったら増量期のトレーニングメニューとか、食事の内容とかざっくり決めていくと、おー、いい感じに埋まってきたな、パズルのピースが、みたいな感じの楽しみ方。で、あとはそれを実際にやった時の体型の変化の楽しみ方っていう、二重にね、二度美味しいダイエット、ボディメイク、バルクアップができますから。だからね、計画的にやるってのは、ダイエットを楽しむ上でも大切なんですよ。なんだろう、例えるのは何が分かりやすいかな。預金残高を見る気持ちですかね。その、僕はまあ、あんまその感じわかんないですけど。あとは、なんだろう、プラモデルを作る感覚というか、そんな感じですかね。まあ、そんな感じで、よかったら計画的にダイエットやってみてくださいよ。そしたら僕みたいに、毎日チートでも痩せるんで、毎日チートででも痩せるんですよ。では、お疲れ様です。